勅使河町公式ニュース。阿寒国立公園は昭和9年に指定をされ、今年で90周年を迎えました。これを記念して勅使河町ふるさと歴史館では学芸員講座を6月17日に開催しました。国立公園の視点からぜひ皆さんも勅使河の歴史を読み解いてみてください。それではですね、勉強となりましたので、これからですね、国立公園指定で90周年記念第3回学芸員講座、阿寒摩周国立公園から見る勅使河の歴史を始めたいと思います。皆さんこんにちは。本日はですね、第3回学芸員講座ということで、阿寒、国立公園から見る勅使河の歴史ということでお話をしていきます。それではですね、早速今日のメニューということで、今日どのようなお話をするのかということを皆さんと確認していきましょう。まず1つ目、日本における国立公園指定の歴史ということで、まずそもそも国立公園ってどのようにしてできたのというようなお話を最初にしていきます。そしてこれを踏まえた上で2つ目ですね、なぜ阿寒が候補地になって、しかも阿寒という名前なのに勅使河の地域が阿寒国立公園に含まれるようになったのか、これを2つ目のお話で、展開していきます。そして3つ目ですね、このような、国立公園指定の動きの中で勅使河でもエネルギッシュな活動があったんだよということをぜひですね、皆さんに知ってほしくてお話ししたいと思います。そして最後、国立公園と皇族と勅使河の関係ということで、この勅使河にはですね、たくさんの皇族の方々がお見えになられています。そういった方々をちょっと紹介して勅使河と皇族の関係を、話していきたいと思います。本日のメニューはですね、主にこの4つで、進めてまいります。それでは皆さんよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では早速1つ目、日本における国立公園指定の歴史ということで、国立公園の指定の、流れをですね、紹介していきます。まずですね、今から90年前、1930年昭和9年3月16日に初めての国立公園が指定されます。3カ所でした。残念ながら勅使河はここには入ってないんですね。阿寒国立公園はここにも入っています。どういう国立公園が最初にできたかというと、まず1つ目ですね、これはどこでしょうかね。まあ、お手元のレジュメに答え書いてありますけれども、こちらは瀬戸内海ということで、香川県ですね。とても桜がきれいなところで有名です。続いてこちらが雲仙、長崎県の雲仙自国内。そして最後、霧島ですね。鹿児島県霧島山ということで、主に西国ですね、西の地方が最初に国立公園に指定されます。そして続いて同年12月になります。1934年12月4日この時に阿寒国立公園が指定されることになるんですね。じゃあ阿寒国立公園とセットで指定されるようになったのはどこか、4つの地域がございます。1つ目、皆さんおなじみですね、大雪山北海道。続いて日光東照宮がある栃木県ですね。そして中部山岳、写真の方は富山県の立山を照出しております。そして最後が阿蘇、熊本県の阿蘇山火口ということで、勅使河阿寒国立公園はこの4つの国立公園と同じ12月4日に指定されることになったんですね。1934年が日本の国立公園の始まりなんですが、ちょっとですね、最初の3つと後ろの5つでタイムラグがあるんですよということを押さえておきましょう。では国立公園どのように始まったのか、詳しく見ていくことにしましょう。日本における国立公園指定の歴史ということで、どのようにして国立公園が始まったのか、きっかけはですね、
都市計画と公園行政とあるように、都市計画が最初にあって、この都市計画の中で国立公園が生まれてくることになるのです。一体どういうことでしょうか。で、明治時代になりまして、日清戦争、日露戦争が起こります。そして日清戦争、日露戦争で日本は勝ったんでしょうか、負けたんでしょうか、どうでしょう。そう、勝ちましたね。で、この勝ったことによってどうなったかというと、日本の工業化が進んでいくことになります。そして工業化が進んでいくと、各地に帝都、東京以外にも都市が出てきてくるわけですね。そのため都市計画の必要性が生じてきます。そしてこの都市計画の必要性の中で、旧都市計画法というのが生まれるんですね。そして内務省衛生局に公園整備が求められるようになる。これが日本の国立公園の始めですね。最初きちんと都市計画をやろうということで法律が整備されて、そしてその中で都市の中にはやっぱり公園が必要だよねということで公園の整備が行われる。そしてこの公園整備を担ったのが内務省衛生局というところだったということですね。皆さん、ここまでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ではこのようにして内務省衛生局に公園整備が求められたわけですが、ここで白羽の矢が立ったのが、次にご紹介するこの田村剛さんですね。見ていきましょう。1920年帝大出身で造園を学んだ林学博士の田村剛、この方が内務省衛生局の嘱託となります。この人物ですね、阿寒国立公園指定に多大な功績を残された田村剛博士とありますが、これ阿寒国立公園指定にって書いてありますけれども、全国の国立公園自体に大きな影響を及ぼしたのがこの田村剛博士だったんですね。むしろこの田村剛博士が主導として、国立公園を決めていったと言っても過言ではないでしょう。さあ、そしてこの田村剛氏はですね、一体どんなことを主張したのか。田村さんは、内務省衛生局という国家レベルの機関は都市の公園ではダメだ、国立公園を扱うべきだと主張していくんですね。都市計画の中で都市の公園を整備しなさいということで雇われた田村剛さんだったんですが、ちょっとそれに反してですね、内務省衛生局はそんな地方のことではなくて国立公園、国全体のことを見ていきましょうと主張するんです。そして都市公園については、東京大学の造園学とですね、この方々が都市計画の中に参入したので当面の問題は解決します。ですので内務省衛生局、国立公園を政策課題とするようになったという流れなんですね。都市計画法の中で生まれてきた公園行政、この公園行政を国の規模に変えたのが田村剛さんということです。こうして田村剛さんは国立公園の候補地の調査をしていくことになります。見ていきましょう。1921年ですね、田村剛は上高地を皮切りに調査を始めます。そしてこれ、最初はですね、国立公園だけではなくてやっぱり都市計画の名残がありまして、こちらですね、都市公園の改善および国立公園に関する調査というのが正式名称でした。この上高地の調査の時点では、どこを国立公園にするかとかいう候補地はまだ決まっていなかったんですね。とりあえず上高地をまず調査しましょうというところから始まったんですね。上高地はどこか紹介しておきます。上高地は長野県松本市にある標高約1500メートルの山岳景勝地ですね。
国立公園、どこに所属することになるかというと、中部山岳国立公園、これを構成する一要素になるんですね。美しい渓谷美を見せています。さあ、そして気になるのが、じゃあ国立公園候補地っていうのはいつ発表されたんだ、いつ決まったんだということですね。国立公園の候補地が正式に発表されることになるのが1923年です。第46回帝国議会の中で国立公園の候補地が初めて明らかになるんです。内務省衛生局の横山すきなる局長の答弁の中で、国立公園は何かといった質問に対し、国立公園というのは大自然を国民に親しませるもので全国に配置するものなんだと答えるんですね。でこれを聞いたら皆さん、じゃあ全国って言っても一体どこが国立公園になるのって疑問に思いますよね。というわけで、ここで初めてこの横山、局長がですね、明らかにした。この答弁の中で国立公園16候補地が初めて正式に発表されるという流れになっています。そしてこの国立公園16候補地の中になんと阿寒も含まれていたということなんです。ここまでが阿寒が国立公園に含まれるようになったという流れですね。でなぜここのところに田村剛さんが阿寒を入れたのかというのは次の第2セクションでお話しします。とりあえず国立公園が成立するまでの流れをまずざっと押さえていきましょう。さあ、こうして田村剛さんによって始められた国立公園の調査ですが、やはり一筋縄ではいかなかったんですね。やはりちょっとした中断も入っています。どのようにして中断されたのか見ていきたいと思います。まず16候補地ですが、初めて発表されたのでさまざまな意見が出てきます。田村はですね、アメリカ国立公園現地視察経験のあるこの上原刑事から特に批判を受けることになってしまいます。上原刑事誰やねんということでちょっと紹介しておきましょう。上原刑事は帝大卒の林学博士、つまり田村剛の先輩だったんですね。先輩でなおかつ国立公園に実際に行ったことがある人から批判をされてしまった。この上原刑事は森林美学に関心を持ち、本田清六教授の下で造園学の創始に加わった人です。欧米留学後、造園技師養成に貢献することになります。さあ、こうして批判を受けた田村はやっぱり本場の国立公園を見なきゃダメだなと自分で思うわけですね。そんなわけで田村は海外視察の必要性を痛感し、内務省衛生局の嘱託を一旦辞職します。そして1923年4月海外へと飛び立つんですね。ですが田村剛が海外で視察をしているときに日本で大きな事件が起こる。それが1923年9月関東大震災が発生するんですね。これによって経済状況が悪化してしまいます。国立公園なんて整備している状況じゃない、帝都が崩壊しているんだ、帝都復興が優先されるんだということになるわけですね。そんなわけで田村博士は1924年に帰国したのですが、嘱託に復帰することが叶いませんでした。そして国立公園の調査自体1925年に打ち切りになってしまうんですね。こうして国立公園はの調査は一時中断され、これで国立公園の火が消えてしまったかに見えた。ですが、なんとですね、この2年後、やはりまた大きな転換点がやってくるんです。1927年のことでした。一体どのようなことがあって、国立公園が再び注目されるようになったのでしょうか。3つのポイントがございます。1つ目、汚染や修繕事故などで水力発電の計画が行われるようになる。これなんですが、
水力発電を使って、作るとしたら周りの景色はどうなるか、景観問題が発生ですね。風景地が破壊されてしまうではないか、こういった議論が1927年には起こってくる。またもう一つ、経済審議会というところが外貨獲得のための観光地整備を提唱します。関東大震災によってズタボロになってしまった日本経済、これを立て直すにはどうすればいいか、外国からたくさんの観光客を呼んで、まあ、今でいうインバウンドですね、これによって外貨を獲得していこうという方針が出されます。さらにさらに新聞社、なんとですね、日本新発見というものを提唱し、日本の風景がいいところを、みんなで、示そうじゃないかという動きが現れてくるんですね。ちなみに日本新発見、北海道も一つ選ばれています。それがどこかというと、はい、狩勝峠ですね。今は鉄道なくなってしまったんですが、皆さん中で乗って見たことがあるよっていう人いらっしゃいますかね。帯広の方なんですけれども、鉄道がなくなる前はありますか、すごいですね、なんかすごい日本三大車窓と言われていたくらい綺麗なところだったというふうに言われています。南船野町と、新得町の境にある峠です。日本新発見に選ばれており、広大な十勝平野を一望することができると言われていました。旧狩勝線の時代には日本三大車窓の一つとして数えられていたということですね。さて、このような1927年にさまざまなインパクトがあったことによって、ほぼ利用の観点から国立公園の必要性が再び論じられるようになるんですね。やっぱり国立公園は必要だと田村剛博士だけではなく全国的なうねりとなってくるわけです。こうして1927年7月、田村剛博士は内務省衛生局の嘱託に復帰することができました。この後はですね、トントンと、それぞれ法律の整備や調査が進んでいき、国立公園ができていくことになります。1930年、国立公園調査会が設置され、翌年には法律が整備、1931年4月、国立公園法が制定されます。そして1932年には国立公園の正式な候補地が決定され、1934年に、一番最初に皆さんと確認しましたように、国立公園が指定されるというわけです。阿寒国立公園は12月4日に大雪山、日光、中部、山岳、阿蘇とともに指定を受けることになります。でこの後ですね、阿寒国立公園はだいぶ時間が経った後ですが名前が変更されますよね。阿寒国立公園から、そうです、ありがとうございます、マッシュルの名前も加わって、2017年阿寒マッシュル国立公園へと改称されるんですね。ちなみになんでマッシュルの名前が入ったかっていうのを国は説明しているでしょう、していると思いますか。なぜ阿寒国立公園という名称から阿寒マッシュル国立公園になったのか、これ国はですねホームページでこう言っています。こちらですね、上の方駅、こちらは弟子鹿ではなく、摩州の、北側にあるところなんですけれども、国立公園の領域が広くなりまして、この上の方駅を含めこちらですね、摩州湖北側の外輪山をほぼ充実させようという動きが出てきたので、阿寒だけではダメ、摩州もつけよう、摩州だけの北側だからということで、阿寒摩州国立公園になったというふうに説明しています。こちらですね、2017年8月8日上の小池の編入と摩州湖北側外輪山のほぼ充実のため、阿寒国立公園は阿寒摩州国立公園と改称されました。ちなみにこの名称改称運動はすごい悲願だったということで、昔から摩州を入れろというふうに
運動が起こっており、その都度却下されていたんですが、ついにですね2017年に発生されたということで、当時の広報ではですね大きく取り上げられております。さあ、そんなわけで皆さん、国立公園が日本でどのように制定されたのかという流れ、大体掴んでいただけたでしょうかね。よろしいでしょうか。それでは実際にそもそもなぜ阿寒が候補地になったのかという、この手仕方が阿寒国立公園に内包された理由を紹介していきたいと思います。国立公園候補地選定の際、田村剛博士は師匠の本田清六の紹介で国大教授新島義直に出会います。この新島義直が重要人物だったんですね。この方です。新島義直さんは帝大を卒業した後、助手として大学に残っていたんですが、1899年ですね、札幌農学校に森林科が設置されると教授に就任します。そしてドイツに外遊してキーゼン大学で造林学や森林学を学び、1908年に帰国。1912年からは北海道林業試験場長を22年間も務めたという人物です。いわば北海道で景色がいいところや林業で大切なところを知っているという人物がこの新島義直さんであった。そしてこの新島義直さんが田村剛博士に助言するわけですね。新島義直さんはある日食堂で本田清六師匠に召喚されて、みんなで食事をとることになったそうです。でその時に新島義直さんから北海道が阿寒がいいよということで阿寒を推されることになったんです。でちなみに種市栄さんが書いた阿寒国立公園の三本陣という本があるんですけれども、心の中で阿寒を世に出したのは新島義直北大教授ということができるというふうに紹介されているという人なんです。つまりこの新島義直さんがいて初めて阿寒という地が人々に紹介されたということなんですね。あ、ちなみにこの三温地の中には新島義直さんは入っておりません。田村剛さんと、中山有香さんと、あと最後に登場する、近藤さんです。さあ、このようにして阿寒が候補地になったんですが、この時点ではまだ手鹿湖、摩周湖、屈斜路湖、硫黄山は阿寒国立公園に内包されていませんでした。じゃあなぜ手鹿湖の地域も内包されるようになったのか。ここで重要なのが釧路での地底運動の盛り上がりです。1927年、国立公園にとってのターニングポイントだった時ですね。10月21日に釧路保証会が発足します。こちらは釧路市長庁の、森谷紀生さんと釧路土木発出所所長の、永山有香さんですね。この2人が中心となって運営されます。でこの釧路保証会というのは一体どんな組織かというと、こちらですね、目的が阿寒湖を中心とした小範囲な国立公園から、釧路湖や摩周湖を含めた大公園にしようじゃないかというのがこれの目的なんです。でつまりここの釧路保証会の運動のおかげで手鹿湖の地域も国立公園に内包されるようになっていくわけです。1931年4月、先ほど確認しましたが国立公園法が制定されます。この国立公園法が制定されると釧路での、運動は大盛り上がりになっていくんですね。各自治体や各施設は陳情を繰り返し、手鹿湖、摩周湖、屈斜路湖などを一緒に国立公園にしてくれと国に働きかけるんです。その中でもそういったさまざまな動きを統一した強い力にするために、1931年6月釧路国の市長会議室で大会議が行われることになりました。ここで国立公園調査委員会の人々を招待しよう、そして実際に手鹿湖とか阿寒とかを見てもらおうじゃないかという招待旅行が決定します。百聞は一見にしかず、見たこともないのに決めることができるか、
ぜひ招待していいところを知ってもらおうじゃないかというわけですね。そしてもう一つ、この釧路保証館に代わって阿寒国立公園寄生同盟会というものが創設され、以後、運動はこちらの組織が担っていくことになりました。そして釧路管内総力を挙げてですね、大阿寒国立公園実現達成を悲願とする運動が巻き起こっていくという流れになります。さあ、こうして招待旅行をするということに決まったのはいいんですが、ここでアクシデントが発生します。超重要的です。国立公園を、決めている中心人物と言っても過言ではない田村剛博士がなんとですね、来られませんというふうに言い始めてしまうんです。国立公園調査委員の招待旅行が決まりましたが、内務省衛生局の田村剛が参加できないと言い出す。これに対してですね、釧路管内の人たちはなんとか来てくださいということで、日程をずらしてもらって田村剛博士一人だけでまず招待旅行を行うんですね。田村に懇願し、全体での招待旅行より1ヶ月早い1931年6月に田村の単独旅行が実現します。この時に当時最高の釧路管内のスタッフでお出迎え、近藤直人釧路栄林区長、区栄林区所長が直水まで出迎え、佐藤釧路市長、吉村市長長、安倍運輸事務所長が市長長、吉島、タイムスル支局長などが、対応することになったんですね。で、ここ、なぜ赤になっているかというと、先ほどご紹介した阿寒国立公園の三恩人の最後の人物がこちらの近藤直人さんなんですね。ちなみにこの人はですね、招待旅行でやってきた家族、今でいう貴族の人たちですね、その人たちにステッキをプレゼントしています。素敵なステッキということですね。マイクの音がちょうど切れました、ね。そんなわけで三恩人の一人でもあるこちらの近藤直人さんもお出迎えして、田村剛さんを、接待することになったんですね。こちらです。阿寒国立公園指定に多大な功績を残された釧路栄林区所長の近藤直人さん、そして田村剛博士は釧網線で勅使河原駅に着きます。そして自動車で摩周湖硫黄山川湯屈斜路を視察し、当別温泉に宿泊、翌日は阿寒へと横断道路で赴きました。今では民宿温泉真子しか当別温泉残っておりませんよね。金の湯じゃないね、ごく先生ちょっと忘れしました。金の湯ありがとうございます。金の湯になってました。金の湯がちょっと閉鎖してしまいましたので、現在当別温泉は温泉民宿真子しかありませんが、昔はですね、相当に当別のところも栄えていたというふうに聞いております。で、この田村剛博士を最初に招待したことがなんとプラスに働くんですね。田村剛博士は次来る貴族たちのメンバーにこういう旅行の日程にした方がいいんじゃないかというふうにアドバイスを残していってくれたんです。これによってですね、次の、本体の、招待旅行がスムーズにいったというふうに言われています。見ていきましょう。2-4 ですね。国立公園調査会委員招待旅行本番、1931年7月の出来事です。釧網線でですね、田村剛博士は勅使河原駅におりましたが、本体は川湯駅に下車します。そして十数台の自動車を連ねてエゾイソツツジの咲く硫黄山を見物、さらに川湯を経て二伏から、4隻の船には分乗して屈斜路港を、周遊します。そして和琴からは自動車で摩周湖を訪れ、勅使河原温泉で第一夜を過ごすという予定を組んでいます。川湯に先に降りて自動車で観光したということですね。で、このようにして吹きの葉をかざして楽しんでいる国立公園調査委員会の人たちや
こちら硫黄山ですね。硫黄山で記念撮影を決めている、なんとも楽しそうな様子が写真に写されています。そして皆さん、これ見覚えがある方いらっしゃいますでしょうかね。これ今でも残っておりますね。そう、これどこかと言いますと、丸米旅館でございます。で、ちなみにこちらが元山旅館で、マッシュパークホテルの方ですね。この地が弟子鹿で初めて温泉旅館ができた土地ですね。こちらの元山旅館が明治18年、丸米旅館が明治19年。この、建物は明治19年のものではなくて、昭和初期に宮大工の方が建て直したものなんですけれども、その昭和初期の建物が今もかろうじてですね、見ることができるということです。皆さんぜひですね、見かけたら、あ、ここに国立公園調査委員会の人たちが泊まったんだというふうに思い出してみてはいかがでしょうか。ここの前に自動車に連なっていますし、たくさんのすごい人々がいて賑わっておりますね。ちなみに後でご紹介するんですが、この丸米旅館、皇族の方々も泊まります。さあ、こうしてですね、阿寒国立公園の中に弟子鹿も含まれることになったというお話でしたね。最初は阿寒国立公園の中には弟子鹿の地域は含まれていなかった。だけれども釧路で民衆運動が起こり、屈斜路湖や摩周湖や硫黄山を入れてもらおうということで運動を行った。そして招待旅行までした。この招待旅行が大成功に終わり、首里よく阿寒国立公園が成立することになり、弟子鹿も国立公園に入ったということですね。素晴らしい。ということで、阿寒国立公園に弟子鹿が入るまでのお話でした。さて、このように釧路でさまざまな運動が起こったというふうにお話をしましたが、じゃあ弟子鹿の人々は一体何をやっていたんだという、今度は弟子鹿をですね、詳しく掘り下げていきたいと思います。弟子鹿においてもですね、この時期エネルギッシュな運動が起こっておりました。国立公園指定の機運が高まる中、先鋒線敷設の動きと合わせて自動車が出現、道路の改良と振動開発が求められるようになるわけですね。この時に先鋒線を早く完成させましょう、道路を整備しましょうということで、エネルギッシュな陳情運動を行っていくということになります。で、この時どのような人物が活躍したのか。まず一人目、丸米旅館の土沼助吉。二人目、小宝旅館の中野宏樹。この方は温泉ボーリングをして温泉の湯を吹き沸かせたということで有名になっております。そして3人目、河合温泉さつき目住所。今弟子鹿では温泉というと河合の方がちょっと有名になっていると思いますが、なんと大正末昭和初期まで河合には温泉旅館は一つしかなかった。その初めての、人物が浅野誠司だったんですが、その浅野誠司を受け継いで河合温泉で活躍していたのがこのさつき目十次郎だったんですね。そして4人目、詳細を発揮、太刀書店のところに木材業者とかがあったそうです。そしてその後この自動車に目をつけて、まあ、今でいうタクシー運輸業とでも言うんでしょうかね。そういった自動車業で活躍することになります。このような人物たちによってエネルギッシュな運動が展開されていきます。そしてこれを行政的に支えたのが誰だったかというと、弟子鹿の人々をバックアップしたのが当時の村長細川正夫と、そして釧路土木派出所所長の永山有兼だったということですね。ではこれらの人々の活躍によってどんなことが起こったのか確認していきましょう。まずは先鋒線ですね。先鋒線は1921年に起工され、
そして竣工予定は1926年だったんですね。ちなみにこの話をすると鉄道の詳しい方がツッコミを必ず入れて、いや北海道の鉄道法においては明治29年に硫黄鉱山鉄道が撤廃された後にすぐに敷設される予定だったじゃないですかとかいうふうにツッコミを受けるんですけれども、ちょっとその話は本筋ではないので置いておいて、この当時はですね、船防線は1921年に起工の予定で、竣工予定が1926年だったというところからお話しします。ですが、この前方線ですが、遅れるんですね。たびたび延期されたため、前方線早く作りましょうよということで、促成運動が起こります。この促成運動によって、弟子方の人々は陳情を繰り返すということですね。そして、1926年完成予定だったんですが、この促成運動によって遅れていた釧網線の建設は巻き返しが図られ、1927年には別府、今でいう東釧路ですね、そこから標茶までの間、そして1929年には標茶から弟子方の間、そして1930年には弟子方から河合までの間、そして1931年に全通することになりましたということですね。当時の駅を見ておきましょう。弟子方駅1935年頃、そして河合駅1930年頃の写真ですね。河合駅、この後改築されて昭和11年に新しいのになるんですが、弟子方で2番目に古い建築物、それがこの写真じゃないんですけれども、現在の河湯駅なんですね。失礼、河湯温泉駅なんですね。今、オーチャードグラスとかが入っていますが、なんと、あそこの建物の駅、結構古いということを押さえておきましょう。弟子方で一番古いとされている建築物、あの丸込め旅館。そして続いて古いのが、河湯温泉駅ということですね。よく弟子方には古い建設物とか建築で見るものがないというふうに観光で言われることもあるんですが、そちらもですね、丸込め旅館、しかも皇族が来ていて、宮大工が来ていて、なんかちょっと素敵ではないでしょうか。皆さんぜひですね、見てみてください。さあ、そしてもう一つですね、永山有兼さん、つい最近、学校教育で副読本が出ましたが、永山有兼さんも弟子方の人々の陳情を受けて道路の建設に励んでいきます。釧路土木発出所所長の永山有兼さん、1918年から1930年までこの地位についていました。彼が弟子方の主要道路を整備していきます。まず弟子方美幌間、あの美幌峠の道路ですね。これは1920年大雨で釧路と、弟子方が寸断されてしまうんですね。そのため弟子方は基本的に峠を越えないと網走の方に行けないので、なんと食料がなくて困ってしまう。そして釧路には行けない。どうする？そういった時に美幌の峠のこの道路を使って網走の方と連絡が取れるようになった。北に網走の方ですね。そして摩周湖への観光道路を作ります。1929年、工期は100から150日で突貫工事により完成させたとされています。そして最後が阿寒横断道路ですね。1928年に着工し、1930年に完成しています。こちらは予算を超過し、拒否を投じたというふうに言われています。で、この阿寒横断道路でお金を使いすぎてしまったため、永山有兼はここから他のところに、移ることになったというふうに、一般的にはされていますね。このようにして釧網線や阿寒横断道路などをはじめとするこうした交通インフラの整備、これらを早くやりましょうと陳情を繰り返し、弟子方の人々が頑張った、そういったこともあってインフラ整備が進んでいったということをですね、
ぜひ皆様押さえておいてください。さあこうしてですね、釧網線、阿寒国立公園、阿寒横断道路、これらの弟子方の人々の頑張りがついに実を結ぶことになります。実を結ぶことになったのがこちらの像ですね。前回もこちらの像をご紹介しましたが、前回はこちらの方の一人の人物、小田切栄三郎さんについてお話ししましたね。真ん中にある像が開拓者の象徴ですね。開拓者、無数の、手力に入って、頑張っていった人たちを称えています。そして向かって正面左にいる人物が、この方が小田切栄三郎さん。手力に移民を投入して農業開発を進めていった人ですね。そして右の人物、誰だこの人は、誰でしょうね。皆さんご存知の方はいらっしゃいますね。すぐ分かります。お、何人かはいらっしゃいますね。まず正面左の方が先ほども言った小田切栄三郎。じゃあ右の人物は誰かというと、青木貞幸さんです。この人はどんな人かというと、この小田切栄三郎さんが導入した初めての御用移民、第一次御用移民の時に富山県からやってきた入植者だったんですね。初めての移民の人が村長にまでなるということです。さあそしてこの青木貞幸さん、村民の運動を支援していた前村長細川雅夫の政策が青木貞幸時代についに実現します。なんとこの青木貞幸さんの時に、トリプルが起こるわけです。阿寒横断道路完成、釧網線も全通、そして阿寒国立公園にもなった、弟子方が観光地となるための整備がついに実を結んだ、それがこの青木貞幸さんの時だった。そしてこの青木貞幸さんなんですが、観光立村として弟子方が成り立つために温泉地の整備を進めていき、さらに、小田切栄三郎さんが行っていた寒地種畜農業、いわゆる混合農業ですね、農業に家畜を投入するんだ、酪農の起源になった農業です。これを進行し、共同牧場を実現していきました。こうして青木貞幸さんは弟子方の村民のために頑張ったということで現在も称えられているんです。ですが村民のことをちょっと思いすぎてしまったんですね。晩年は不遇に終わります。戦時中ですね、なんと備蓄米にちょっと手をつけてしまいまして、一応理由もあって、その配給が行き届かない人たちのためにお米を分けるんだよっていうふうに言われているんですが、これが食料統制法に触れたとして、投獄されてしまいます。そして出所後に、お亡くなりになってしまうんですね。ですが村民の方からは慕われていて、お葬式などもしめやかで行われていたというふうに言われています。こうして弟子方の人たちのエネルギッシュな活動、その実を結んだのが青木貞幸さんの時だったということですね。そして、もう一つですね、阿寒国立公園と更科現像の関係についてもちょっと、お話ししておきたいと思います。更科現像、原野の詩人が国立公園とどんな関係があるのか、見ていきましょう。1931年ですね、更科現像さん、この方は大学教員をやっていたこともありまして、屈斜路の古丹の方ですね、頑張って子どもたちに教えていたんですが、大学教員を解職されることになりました。で、1932年にはお兄さん、和樹さんのもとへ身を寄せていたんですが、屈斜路古丹の人々から迎えが来て、屈斜路に戻るんですね。屈斜路の小学校と、おさっぺ川という川が屈斜路の方にあるんですが、そこに小学校がございまして、合同することになったので、屈斜路の古丹の小学校が開いた、そしてもう一度一緒に暮らしましょうということで迎えが来るんですね。そして阿寒国立公園の候補地がこの当時近づいていますよね。
ですので更科玄三さんは考えた。木彫り細工を学んで木彫り細工を観光客の人々に売って生計を立てていけばいいんじゃないかということを考えるんですね。阿寒国立公園の候補地千毛線阿寒横断道路により観光客が増加していたので観光客相手に木彫り 民芸を売り生計を立てようとしたということです。皆さん、熊の木彫り細工そしてちょっと見にくいんですがこちらですね、マシューコの木彫り細工があります。クシシャロコの木彫り細工もあります。これどこにあるんでしょうかね。いやこれちょっとどこに展示されてるか皆さん気になりません？気になりますよね。なんとこれはあの弟子鹿城ふるさと歴史館に展示されています。ふるさと歴史館の中には更科玄三文学資料館も入っておりますのでぜひですね皆さんこれ見て今なんかとても見たいっていうふうな気分が湧いてきているのではないでしょうか。あの湧いてきた方はぜひですねあのふるさと歴史館にお越しください。あのちょっとアピールしましょう。さあこうしてですね結局この木彫り細工はあの観光客相手にあの生計を立てるほどにはならなかったんですがこういった中で、あの、コタンの人々たちと関わり合いになることによって、あの、様々な、古老たちの知識を得ていくんですね。これが、コタン生物記になって、現在でもコタン生物記、あの、再版本で新しいのが今も現在出版されて人気を博しております。皆さん、ゴールデンカムイ見たことあるとか知ってるよっていう人もいらっしゃいますけど。何人かいらっしゃいますね。そのゴールデンカムイという漫画とかドラマとか映画とかがあるんですけれどもそこの参考文献の一つの中にこのコタン生物記が挙げられていてまああの様々な動物の狩猟のシーンとかが出てくるんですがそれがですねこれであの参考文献として紹介あの漫画に反映されているというようなあのネタもあります。さあこうしてですね弟子鹿は阿寒国立公園に内包されて観光地としての一歩を踏み出すことになりましたということです。弟子鹿は現在ホームページにですね農業と観光の街というふうに、まあ、書かれています。ですのでぜひあの皆さんこの阿寒国立公園がどのようにしてできたのかというのを、覚えて観光客の皆さんに聞かれたら答えられるようにしていただけたらと思います。あの先ほど阿寒国立公園の三恩人で種市坂井さんっていう人を紹介したと思うんですがその種市坂井さんが道東の観光というあの本を書いているんですね。その中で種市坂井さんはこう言っている。道東の人はサー族が多い。サー族とは何だ。何でしょう。サー族って何だと思います。サー族そうです。なんとかサーです。そのサーです。あの道東の人にどういったところが観光地でどういったところを見たら楽しいでしょうかねっていうふうにあのお店とかで聞くわけですよ。そうすると地元の方々がいやさあちょっと見るところないとかいうふうなことにいうふうに答えてしまうらしいんですね。で種市坂井さんはそのような三足が多いから道東の観光が進展していかないんだというふうに述べてその道東の観光っていう本を記したということですね。ですので皆さんもぜひですね農業と観光の街弟子鹿ですのであの観光客にザーッと答えるのではなくていや阿寒国立公園はこのようにしてきてと見どころをぜひですね語ってあげてください。さあラストですね国立公園と皇族と弟子鹿ということであの皇族の方々が弟子鹿にあの訪れておりますのでその話をちょっとして、お話を終わりにしたいと思います。まず 4-1 ということで戦前にですね弟子鹿を訪れた皇族を見ていきましょう。1932年大正天皇の第四皇子である住宮後の三笠宮様ですね、三笠宮高仁親王、弟子鹿は1897年に御陵農地というものに編入されます。天皇の農地になったことで農業の開発が進んでいったというちょっと特殊な地域だったんですね。そして開墾と入植が行われたため
皇室と関係が深い土地であったんです。そして1931年ですね、国立公園調査会委員の招待旅行が行われ、弟子からの注目を浴びるようになっていたというのは先ほどしたお話です。でこの時にですね、1932年、翌年住宮殿下が弟子からを訪問し、はい、先ほどお話ししました丸米旅館ですね、丸米旅館にご宿泊になられています。こちらですね、天皇が写っている写真ではないんですが、丸米旅館のスタッフの方々がですね、皇族の方が来ためでたいということで写真を残しています。住宮殿下お泊まり記念昭和7年ということで、こちらの現在も残っている宮大工が建てた丸米旅館の建物の正面にこの記念撮影が行われているというわけですね。さあ、そして戦後のお話になりまして、1954年昭和天皇の戦後巡幸が行われることになります。1946年元日、昭和天皇が人間宣言を行い、2月から日本各地で巡幸を開始します。これは人々の安定を愛して、人心の安定を図り、国民を慰問するためであったとされていますね。じゃあ北海道にはいつ来たのということですが、全国昭和天皇は巡りましたが、北海道は最後になります。北海道は最後に訪問した地域で、1954年に道内各地の民情施設を行い、弟子会は8月14日に専門船で網走からやってくることになりました。この当時のお召し列車ですね、弟子会調整代より第31号に天皇皇后両陛下がお召し列車に乗ってやってくるシーンが残されています。そして昭和天皇はですね、戦後入植者の人材育成を担った、釧路拓殖実習場と、戦後入植者の指定の返地教育を行った薩東内小学校を視察します。戦争終わった当時ですね、日本は、当時台湾、樺太、南洋諸島、満州、いろいろなところに進出していきましたが、敗戦によって人々が帰ってくることになりました。当然人口を支えられないので、北海道の未開発地に入れようじゃないかということを政府は打ち出して、けどそういった人々を入れただけでは根付かない、じゃあ農業の勉強をしてもらいましょうということで、こちらの釧路拓殖実習場に人々が入っていたんですね。でさらにその人々の子供たちがいるわけですが、その子供たちが、小学校で学んでいるわけです。それを天皇は視察しに来たというわけですね。そして、この視察の時に国立公園である摩周湖も見ようという流れになったんですが、残念ながらですね、天候不順のため予定変更となり、この時は視察をしていません。ですが後に先鉄観光の宣伝担当の、岩堀内高さんがカラースライドで紹介したということですね。でこの時は、まだお仕事的な、内容が濃かったですが、次からはですね、完全に楽しみのために皇族の方々がやってくるようになります。あ、失礼、その前に小学校を見ておきましょう。薩東内小学校のご視察の様子ですね。返地教育の複式学級を見ています。そして皆さん、薩東内ことぶきの家ってご存知でしょうかね。ここから釧路湖に向かっていく道路を見ていると、右手の方に青い看板が出ていると思うんですが、そこをひゅっと右側に入っていくと、なんとですね、天皇が来ましたっていう碑文と、他にもあと2つですね、碑文がございまして、3碑文が残されています。ですので天皇が薩東内小学校に来ていたんだということをですね、ぜひ皆さん、知ってくださると嬉しいですね。さあ、それでは続いて楽しみのためにですね、弟子からにやってきた皇族の方々を紹介していきましょう。まず、1人目、昭和天皇第五皇子の菅宮隆子内親王ですね。
この方は青年皇族の誕生日会見の際のセリフで有名です。日本で恋愛結婚が増えるきっかけの一つにもなったんですね。この菅宮貴子内親王は会見の時に理想のタイプはとかって聞かれるんですけれども、当時も婚約者がいたんですね。でその時に私の選んだ人を見てしてくださってっていうふうに華麗にマスコミに答えるんです。でその名セリフがですね、当時すごいブームになって、当時はまだまだですね恋愛結婚とかいうのはあんまり多くなかったんですけれども、こういった皇族の方々もそうなんだということで恋愛結婚が戦後増えてくるというきっかけになったエピソードが残されています。菅宮貴子内親王ですね、当時はご在学中の身分で夏休みを利用した秘書のための北海道旅行で7月29日に弟子鹿を訪れております。そして美幌峠から弟子鹿に入りまして、砂湯を経て河合の溝のホテルでご昼食。今はちょっと溝のホテルなくなってしまいましたが、あそこも皇族を受け入れていた由緒あるホテルだったんですね。そして午後は硫黄山摩周湖をご見学なされ、グランドホテルにご宿泊。翌日は横断道路で赤間へと行きました。ちょっと時間が押していますのでどんどん行きましょう。そして、1958年には現在の上皇陛下昭仁様が皇太子時代の時にやってきます。こちらですね。翌年に正田美智子さん現上皇后との結婚を控えつつ北海道へ10日間の視察旅行を行います。6月26日に美幌峠にご到着になり屈斜路湖をご展望。そして砂湯硫黄山摩周湖釧路拓殖実習場をご見学し、これまたグランドホテルにご宿泊した。そして翌日はしぺちゃんの方へ抜けていったとされています。このようにしてグランドホテルがたくさん出てきますが、グランドホテル一体どんなホテルだったんでしょうか。見ていきましょう。こちらです。今はなきグランドホテルですが、現在の場所でいうと小宝旅館とホテルマッシュの間に謎の空き地があるのを皆さん分かりますでしょうかね。あそこにグランドホテルがあったとされています。でしかもこのグランドホテルなんですが、その前身もまたすごかった。このグランドホテルの前は金水ホテルというホテルで、なんとですね釧路新聞の社長であった、遠藤誠一さんですね、この方が父平吉さんのために建てたのが、金水ホテル。この金水ホテルが、財閥の三井グループに入ってグランドホテルというふうに呼ばれるようになるということですね。三井観光チェーン、マッチ箱なんですけれども書かれています。グランドホテルですね。立派な建物でした。こんな立派な建物がなぜ取り壊されてしまったんだと皆さんお思いになるかもしれません。こちらはですね、諸行の歩みの方を紐解いてみますと、釧路川が改修工事をやった。やりましたよね。やっぱそうです。その時にちょうど取り壊したというふうに書かれております。さあそして、金城天皇鳴人陛下の皇太子時代、いよいよ最後ですね。雅子様と鳴人様の、新婚時代ですね。雅子様との私的な旅行として道東を訪問します。この中には見に行ったという方々もいらっしゃるのではないでしょうかね。9月12日、清里から弟子鹿に入り、和琴半島や摩周湖をご見学。そして文化センターの前にはですね、なんと鳴人様を一目見ようと1500人もの人々が集まり、車に手を振ったというふうに言われています。それだけ文化センターの沿道沿いに人々が集まった、巨大なインパクトがあったんですね。そして翌日にはなんと摩周湖2回も行っています。摩周湖を2度目のご訪問、そして900草原をご見学。
そして9月14日に東宮御所へご帰還なさっています。まあ、完全にレジャー目的で弟子会に遊びに来てくれているということですね。でちなみに、もう8時になってしまいました、ちょっと巻いていきますね。ちなみにこの時どこに泊まったのかっていうふうにとても気になりますよね。で、新聞の方とかに見てみると、屈斜路湖の湖畔にあるホテルに泊まったとか、屈斜路湖のホテルに泊まったというふうに書いてあります。いや、屈斜路湖のホテルっていうのは一体どこの何プリンスホテルなんでしょうかね。プリンスホテルですかね。そんなわけで屈斜路湖のホテルのところに泊まったというふうに言われています。で、当時の様子ですね。摩周公を伝法なされている雅子様となる人さん、こちらはですね、旧丸丸草原を歩いている姿ですね。さあ、このようにして弟子鹿という地域は皇族の、ゆかりのある土地だったんですよということを国立公園関係にも押さえておいてくださると嬉しいですね。さあ、8時になってしまいましたので、まとめということで、今日何をやったのかということを振り返っていきましょう。まず一つ目、国立公園行政は1919年の旧都市計画法を契機に始まって、関東大震災で中断しながらも1934年に実現した。2つ目、国立公園選定に尽力した田村剛に阿寒の存在を教えたのは北大教授新島義信であり、弟子鹿が阿寒国立公園に内包された背景には釧路管内での指定運動があるということですね。そして3つ目、弟子鹿においても地域住民がエネルギッシュに活動し、細川正夫村長が支え、青木貞之、村長の時にこの努力が結実することになった。だから現在役場の前に立っているあの像に青木貞之さんが顕彰されているということですね。皆さん気になりますよね、なんで小田切栄三郎さんが顕彰されているのかは分かるけど、青木貞之さん何やったの。これで謎が解けました。そしてラスト、弟子鹿は旧皇室御用地であり、国立公園指定を契機に多くの方々が来庁なさっているということですね。このようにして阿寒国立公園、阿寒摩周国立公園というと、やっぱりですね、ピックアップされるのは自然がきれいとかいい景色、動植物とかになりますが、実はですね、こういった歴史的な背景も持っていて、歴史的資源としても重要なんですよ、観光にも役立つということですね。こういったことを今日押さえていって、皆さんの今後の、お仕事や、お仕事じゃなくて日常のネタにもですね、実は弟子鹿があってっていうようなことにでも使っていただけたら幸いです。はい、今回の修行参考文献ということで、発表のためにお作りの話よく分からなかったから、もっと自分で知りたいせいという方々はこちらの方をですね、ぜひ読んでいただけると嬉しいですね。というわけで、ちょっとですね、4分ほど時間を押してしまったので、これで終わりたいと思うんですが、もし質問などがございましたら、アンケート用紙の一番下の自由記述欄というものがございますので、そちらの方にですね、ちょっと質疑応答の時間取れなくて大変申し訳ないんですけれども、お書きくだされたらと思います。以上で私の話は終わります。ご視聴ありがとうございました。